はい今日もドア撮ってきますということで、今日はですね、えー、時計をね、買ったので紹介しようかなと思います。で、トップガにした通り、これです、えー、まあ、考えいい人は気づいたと思うんですけども、2日前ぐらいに発売されたやつですね、まあ、箱開けると、まあ、こういった箱が入ってて、箱もめちゃめちゃ豪華なんですよね、まあ、G-SHOCK なんですけど、まあ、これがね、何のモデルかというと、SUP5 モデル。 エッサプロッキー知ってるけどファーグ知らないって方はね是非音源も聞いてほしいし、えーまあ、トラップロードっていうねブランドも、えー、されてる方で、まあ、別にねファーグだから買ったってわけじゃなくてもともと辞職ね、まあ、90年代に流行ってて、まあ、その時にスケルトンこういったスケスケのやつがあの流行ってたっていう話とかも 聞いててなんかねいいのないかなと思ってたんですけどまあ基盤出たりとか、まあ、偽物があるっていう話とかもなんか軽く聞いたりとかしてたのでまあなんか90年代っぽくてなんか僕たちがしてたゲームボーイカラーとかあの64とかもなんかスケスケでしたしなんかそういうの思い出してなんかおもちゃみたいでいいなと思って買ったんですけどもまあね まあ見ていくとこんな感じちょっと見にくいかもしれないんですけどもちろんなんか仕事とかにつける感じではないんですけどまあ珍しいので、えー、いいかなと思って買いました、えー、ファーグってここに書いてあ,あ光が飛んでちょっと見にくいですね書いてる感じですね見にくいはいということでまあ国内は本当数が少なかったみたいなんですけど人気がないので多分まだ店頭にも 残ってるるとところもあるかと思いますもう何十本しか入ってきてないっていう話は聞いたんですけどまあどうでしょう。ということで、えー、まあ、気になった方はね是非磁石の直営店に行ってみるのもいいんじゃないかなと思いますということで今日は磁 a エサプファーグモデル紹介しました。